はい、そんな感じはありました。なんか静かやなと思うわよな。さあ、オリドマラクの先行はまずまずというところ。しかし大きなミスも逆転を、ね、するほどはない。確かにその通り逆転するほどではないというところもありまして、どうやら1本目の走りで決定。勝ったのは末永雅雄、1ポイント獲得。そうですね、これはやはり1本目大きなミスをオリドマランがしてしまいました。さあ1ポイント獲得。